どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、キムタク主演のドラマメゾングランメゾンのお話をしたいと思います。はい、まあドラマ名も間違ってるかもしれませんけどまあテロップで、ね、補足入れときますけど、先日ですね第1回目の放送がありまして、で私自身はね全く正直見る気はなかったんだけども、なんかこう時間的に合っちゃったもんで途中から見たんですけど、なんていうかな、面白そうね。いや正直ね、やっぱキムタクパワーなんだと思うんだよな。何なんだろうね、あのキムタクの力ってすごいよね。あのドラマを例えば誰でもいいけど、なんだじゃあ錦戸亮が主演でやったって俺は絶対見ないけど、やっぱキムタクがやると面白そうに見えんのかな。正直これ正解とかは別にないんでだらだら喋って言いますけど、だから正直ね、あのドラマが本当に面白そうかどうかは分からないです、ドラマ単体として見る、いつも俺はそういう見方をして、あこのドラマ設定面白いなとか、なんかあなんか良さげだなみたいな、全体的に良さげだなとか雰囲気とかで判断するんだけど、やっぱキムタクのドラマはね、キムタクがやっぱ引き寄せるってるだけな感じがするんだよな。だからあの内容で全然違うキャストがやったら多分俺は全く見ねえと思うし、見たいと思わないで、キムタクがやるとやっぱ面白く感じる気がする。だキムタクのパワーってすげえなと思ってさ、キムタクがやってると面白そうに感じるんだよな。少なくともそのグランメゾンは毎週録画にしたからね毎週録画にしましたなんかちょっと面白そうだなと思ってさ、あれ別になんかね、下町ロケット的なその脚本家が書いてるわけじゃないでしょあれは。だし そんなに真新しい感じもしないしね、正直料理物のそうなんか元々の天才シェフがみたいな、そうそう結構ありげな感じがする設定ではあるんだけど、なんかやっぱキムタクがやると面白そうに感じるんだろうな。俺はもう毎週録画で見ていくこと決定しちゃったよ、日曜9時ね、日曜9時はいっていうだけの報告でございましたこのパワーは俺にしか通じてないのか、ある程度の年齢層とかに通じるのか分かんないけど、キムタクがやってると面白そうに見えるっていうのは応援してあると思うね。そういう意味ではやっぱ役者としてすごいんかなと思う。その演技のうまさとか下手さとかの次元じゃない、もっと上の能力じゃんそれって、面白そうに見せるっていうね、主演なだけでそれってすごいよね。期待してね、毎週、日曜9時を楽しみにしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますとこのデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。